跡地利用基本方針策定委員会設置要項第6条の規定により、移植の日から基本方針を策定し、基調へ答申する日までとします。平成30年6月8日、市役所を迎えました。よろしくお願いします。では続きまして、下地弘正さん。市役所下地弘正の以下です。よろしくお願いします。赤木陽子さん。市役所赤木陽子の担当です。続きまして辻野陽子さん。市役所辻野陽子の担当です。続きまして金森博文様。市役所金森博文殿、よろしくお願いします。続きまして黒島英作様。市役所黒島英作殿、よろしくお願いします。続きまして石田正夫様。市役所石田正夫殿、はい、続きまして大野仁志様。職場河野仁志と申します。よろしくお願いします。続きまして石垣里八様。職場石垣里八と申します。続きまして江川義久様。職場江川義久と申します。よろしくお願いします。続きまして黒島剛様。職場黒島剛の担当です。続きまして中村彩乃様。職場中村彩乃殿、よろしくお願いします。続きましてイラミナ隆様。職場イラミナ隆殿、よろしくお願いします。続きまして前里和江様。職場前里和江殿、